疲れちゃんです。ラットです。テベロ。はい、ってことで、まあ実写とテベロイコールね、もうあのコウがね、いろいろやってきたのに対しての、まあ、やり返し動画っていうなやつなんですけど、なんかね、コウがめちゃくちゃなんか可愛い系のなんか頭にこう被ったなんかピコピコするね犬のなんか持ってたんですけど、僕そんなのないし、もうなんかね、服着るコスプレとかももう何もないから、はい、もう普通です。普通の方、普通のね、見た目の人ほど変態みたいなのありますから、まあ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 、まあ、ね、はい。で、今日はやるのがこちらです。もうね、もう見ただだけで分かる弱いデッキなんですけど、これあのなんかこうチャンネルのね、あのこうがなんかもう女性をね、心をつかむ人ほど変態みたいな言ってたんですよ。だからまあこの女の子だけデッキです。女の子だけデッキ、あのペッカも一応女の子みたいで、まあこのデッキでね、なんか何勝できるかみたいな、やってみろよみたいな感じのことを言われたんで、まあやるんですけど、ちなみにこうがね、一勝だったかな、3回ぐらいやって1回しか勝ててなかったんですよ。甘いですね、甘い。でシンプルにこのデッキなんか使いにくそうだなっていうのがあって、ちょっとね、もうちょちゃっといじって、まあ、ネクロかいらねえな、で消してこれにしよう、もう勝手にいじっちゃおう、いじって、まあ、これもね女性だけなんで大丈夫です。女性だけデッキでね、さすがにこれマルチでやると死ぬんで。はい、グラチャレなんですけど、まあね、こうが、まあ、1勝だったんで、僕はもう2勝か3勝すれば勝ちなんでね、はい、いきたいと思います。テーブル5何やテープロ5ってマジで何やねん。はい、っていうことでね、やっていくんですけど、ですね、これどうやればいいんだろうな。なんか普通のデッキとは違うから、立ち回りがちょいムズムズだけど、オッケー、いいよ。あートルネロリババだから、相手はまあ最近あるテンプレかな、テンプレからまあ勝てばいいですからね、勝てば。こういうデッキを使えるかどうかっていうのがすごい大事になってくるから、こうはね、まだ変態デッキを扱うにはまだ早かった。あの子にはまだ早かったですね。よいしょ、はい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 、やばいやばいやばい、待って、やばい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 、待ってよ、なんで俺の相手こんな強い人来た、最悪だけど、まあ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 、これやばくね、これ無理じゃない、これ勝てれんくね、これ勝てんのかな、これね。えテーペロくん、僕の相手強いんだけど、どういうことかな、テーペロくん、やばい。でテーペロってどっから来たんって話なんやね。テーペロってマジで、だってお疲れちゃんですを、なんか可愛さ求めてないみたいなね、なんかちょっとそういう受け狙ってるんでしょみたいな言われてたんだけど、正直テーペルの方が狙ってる説あるよね。あれあれっていう、あー待ってよ、これきつくね。相手ガチガチのテンプレやね。あれガチガチのテンプレデッキやん君。あれやばいよな、シンプルに負けちゃうみたいなところあるんだけど、まあ言うてね、こっから勝つのがプロなんで、よし、いきます。今相手インフサイトマスケッティ、これロリーバブ来るから遅いの分かっちゃうから、オーケー、甘いよからのプリンで、いや、ユーノティーヤが突進する、オッケー、しかもマスケもいい仕事してる。でこれ延命するから、オッケー、で、アーチャーで完封して、いや、完封できないんだ、これ。何もない。何もないよ、これ。ちょっと待って。あのね、やばい。言うてまえる。いいよ、いいよ。で、これあの、インドラ。あはー、わかってる。わかってるけど、ザップがない。ザップがない。リセットがない。これ無理だわ。これわかってた。わかってたわけじゃないんだけど。これ無理だわ。ね。一つ言わして。デッキが良くない。まあ女性のね、心をつかむのに、まあ女の子だけのね、こうユニットね、しっかり使いこなすっていうのは大事かもしれない。知らないんだけど、ね。知らないんだけど、いやー、きついな。きつい。
きついんだけど、まあね、買っていきます、こっから。はい、こっからです。今のはね、しゃあない、あれはしゃあない、あれは無理だ、あれだ無理、うん無理、やばい、橋前ホバリングとかあんま見ないな。いいよ、リューノティーが突進、まあ、いやー、はい、まあね、もう僕はすでにね、女性の心を掴んでるみたいな、変態にもなりきれてるみたいなところあるんでね。おっと何言ってんだってなるんですけど、まあ、もうクリスマスもね、もう近いですし、大事ですよこの季節は。もうね、僕はドズさんのクリスマスイベントで美味しくいただくんで、よし、今年も去年も行かしてもらったんですけど、今年もディズニーありがたく行かしてもらいますね。もうこうはね、こうはもうチャレンジする権利すらもらえないね、わかる？見てる？チャンネル、ちゃんこ、ちゃんこわかんなくなってきた。ほら、こういうこと、気づいたら勝ってたね、気づいたら勝ってたわ。いやー、やっぱ使いこなせてますね、こういうところだわ。よし、ということで次、テーペロ GO なんだこれ、マッチングしねえや。よし、もうこれでね、勝てば勝ち越しなんで、僕のもう分からしたるわと。ちゃんと見とるか、こうチャンネルよ。いや、まあ、めちゃくちゃ合ってくれやん、君。お前アイスピン持ってないねん。たくさんね、まあ、よく見る、まあ、とりあえずセパレーターチャーしておきます。女の子ね、ちょっと二手に分けちゃうんですけど、まあね、まあ、ペッカでね、ちゃんとね、この女の子を守ってあげる。まあ、このペッカもね、実は女の子だからみたいなもう女の子同士ね、守り合ってあげて、OK。これね、インナルとかあるとね、話が変わってくるんだけど、多分この人ないんすよ。OK。うまいから、今、ロリババ咲いたから、この瞬間に、プリンちゃん出して、もうここでね、逆サイドこれ相手、縦線をどっちにも避けたいから、もうね、こうなっちゃう。こういうことですね。まあ、ペッカで陸を探してからの逆サイに、ズドンと。こういうこと。でね、今相手は縦線割いたんですよ。だからね、これが刺さる。これ。もうここ。これがね、うまい。あ。バレ、ランバいた。知らなかった。これ知らなかった。ちょっと恥ずかしいですけど。まあ。言うてね。言うてですよね。OK、ダメージリードを取っていきます。でもね、ロイジャーに対してペッカぶつけてあげればね、女の子だけど、この子、バカ強いですからね。この子ね。よし。で、あのオーブンは、マスケッティーヤで壊せるのかな？キワだな。キワだな。まあ。プリンセス出す。よいしょ。これ、マスケッティーヤ出す。オッケー。やばい、痛い。これ言うので、一回縦線を探して、みたいな。はい。しっかり形作っていきますよ、僕は。OK。もうこれね、これで、ダクネプラスのバルキリーで、これでもう一部の攻めの形ができてるんですよ。もうゴレの代わりみたいな。ゴレダクネあるじゃないですか。もう、うん、そんな感じのバルキリーダクネ。OK。で、右も攻めつつ、左も攻めつつ、これね、今相手右が苦しいの。オッケー、ペッカ入る。からの、これ多分ね、もう陸がしんどい。縦線も裂いた。ああ、なんで突進しないの、君。優しいね。優しいのだった。やばい。けど、勝っちゃう。勝っちゃいそうですね。勝っちゃいそう。てかね、僕、実写撮ってると目の前にね、パソコンあるから分かるんですけど、マジでね、寝癖が減った。全然関係ないけど、多分結構前の見てた方ならわかるかもしんないけど、あれラットなんか髪落ち着いてねみたいなそう、意外とね、落ち着いちゃったんすよね。ね、なんか寝癖はね、地味に楽しみにしてくれていた方もいるかもしんないですけど、もうこれね、高チャンネルの動画に全く関係ない。まあ、かん
もしんないですけど、ね、ちょっとブリーチしたら髪が傷んでなんかこうなっちゃいました。よいしょ。あー待って、やばい、あのメガゴに無双されてるけど、このバルキリーを延命、うーん痛い、待って、これ勝ちたい、マジで勝ちたい、いやこれ勝てる、勝てるんだよ、負けるはずがない。来た、これペッカで右攻めてからの左にロイジャー生きたやつをもう一回ペッカでしばく。あーでもこれ縦戦で終わるわ、やばい、待って、そんなコストね、ちょっと焦る、ちょっと焦る、ちょっと焦るけど大丈夫だよ、これね止まる、これ止まる、もう一発入ったら負けと思うやん。来た来た来た、これ勝った、マジで相手これ止めれない、普通に止めれなくね。来た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 よ、見たか見たか、こうチャンネル、よいしょー、はい、こういうこと、こういうこと、もうこういうデッキでもやっぱ使いこなせるっていうのが、まあ、真の変態、そういうこと分かった、こう、もうね、もう見せた、もう見せた、もう圧倒的俺の勝ちね、見たか見たか、こういうこと、こういうことだわ、こうだけに、はい、ということで今回ね、もうね、こうに見せてやったんで、ちゃんと見てな、この動画。もうね、楽しみさ。もうだって、あっちから仕掛けてきたのに、もうね、これでやり返したから、あっちはもう、あ、どうもすいませんでした、ラットさん。としかもね、言いようがないですから、楽しみですね。はい。ということで、概要欄にね、ちゃんと、こうのね、チャンネルも貼っておくんで、皆さんぜひチャンネル登録してください。ということで、こうの方のね、動画でも、いろいろ上がってるんで、ぜひぜひ。見てください。はい、というわけで終わりにしたいと思います。テーブルお疲れちゃんです。